で前見て。そう走る走る。ゴー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 、もっともっともっと。阿蘇山、日本有数のカルデラ火山としてとても有名な山ですね。今私が歩いているのはカルデラの外輪山にある大観峰という阿蘇の有名な絶景スポットです。町を囲う外輪山がよく見える場所で、いかにも阿蘇のカルデラという感じの景色を楽しむことができます。ここに来たらきっと空を飛んで町に降り立ちたいと思うことでしょう。そんな人の夢を叶えるべく、なんとここではパラグライダーを体験することができます。アクティビティが大好きな私はこの度空を飛ぶためにやってきました。お値段は1回1万5000円です。ずっと昔からやりたいと思っていたのですが、学生の時にはなかなかこの金額は出せなくて指をくわえて見ていました。社会人になってから来た時は団体行動の都合で予定に入れることはできませんでした。しかし何年経っても心残りが消えなかったため、もうやるしかないと思って阿蘇山までやってきました。ちなみにもう一つの長年の心残りだったことに、高千穂峡のボートがありましたが、それは昨日体験してきました。そちらの動画も公開しておりますので、ぜひ見てください。じゃあここからパラグライダー出ますね。パラグライダー出ます。気をつけてください。じゃあお姉さん行きますよ。はい、はい、前、はい、でゆっくり前でも、はい、前向いたまま、ちょっと痛かったから、もう前見て。走る走る、ゴー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 、もっともっともっと。これ気持ちいい。よかったですね。はい、これはそうね、あの座ってるだけですからね。はい、空の旅を楽しみましょう。
ですね、こういうの。いや、大好きですよ。ジェットコースターとか。さすがです。人生の目標がスカイデビュー。あー、気持ちいい。気持ちいいですね。はい、結構ね、いい感じなんですよ。GoPro ですか。セッション。はい、手振ってください。どうぞ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 。いいですね、いいですね。上の方。バー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 、頑張ってください。
が楽しい。おっと、うわー、おきれい、うわーい、うわー、余裕ですね、なんか。いや大好きですよ、こういうの。じゃあね、もうすぐ降ります。はい、見るときはね、はい、じゃあ出とるか、ちょうどできる。はい、うん、ライディングしますからね。はい、よいしょ。はい、降りてください。はい、じゃあもっと開けてください、足。はい、そう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 、その開けてください。はい、ラビ、はい、どうも。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうでした？いや、めっちゃ楽しかったです。念願叶ったって感じですね。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうするですか？いやー、ついに念願叶いました。最高に楽しかったです。言うまでもないことですが、見るのと自分で体験するのとでは大きな違いなので、ぜひとも皆さんにも体験していただきたいです。パラグライダー体験の URL は概要欄に貼っておきます。さて、阿蘇に来た目的は高千穂峡のボートと大岩棒のパラグライダーでほぼ達成されたのですが、せっかく来たので河口や草千里、砂千里などの名所も回っておこうと思います。それらはまた別の動画にします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。